日本の未来を考えるキャスターの森健一郎です、えー。今日はこの方に来ていただいております地獄急増さんです。地獄さんおはようございます。うん森さんこんにちは。私にそれを言わせますか。地 <laughs> 獄さんあのさすがなんですけどなんか地獄さん今日陥れたいことがあるそうですね。話せます森さんあの。日本人のミントがね高いっていう人たちいるでしょう。僕はねそんなことないと。日本人のミントは決して高くないってことを今日はね言いたいと思うんですよ。私にそれを言わせますか。<laughs> あまあでもなんかね日本人はでもなんかほら。 忘れ物をしてもそれがちゃんと戻ってくるとかあの綺麗好きだとか民度が高いと言われてますけど女行さんに言わせると全然日本人の民度高くないですよ私にそれを言わせますか <laughs> あそれどこが高くないんですか具体的に言っていいですか横断歩道がいます歩行者がいます車は止まんないですねこれ民度高いですか私にそれを言わせますか <laughs> あ確かにあれこれなんか道路交通な,なんか法律ではええー 歩行者が横断歩道のとかにいると、止まらなくちゃいけないっていうことになってるわけですけど、そういう守る方ほとんどいないですよね。そうでしょ森さん。私ね、実はあのイギリスで運転免許取ったんですけど、俺なんか森さんもなんかイギリスで運転免許取ったみたいですけどね。私にそれを言わせますか。あ私そうです。あの、イギリスで運転免許取りましたけど、森さんね、イギリスの運転免許ではね、あの、まあ最初から路上教習で、横にね、あのインストラクターがいてやるんですけど、もう。てっ 徹的に指導されますからねもちろんその横断歩道のところに人がいたら止まるこれも止まらなかったら一発アウトで渡り終えてだから渡ってなんか日本だとよくなんかもう渡ってここら辺まで来ちゃったら車ビーって行くっていう人もいますけどもう徹底的にいいですか横断歩道の向こう側を渡り完全に渡り終えるまで止まってろと言われましたからね私にそれを言わせますかはいはいはいあの私もそういう指導を受けました。 これあのイギリスとかね今茂木さんが喋ってるのか私が喋ってるのか一応分かんなくなりましたけどね私にそれ言わせますか、まあイギリスとかカナダとかねアメリカとかこれみんな止まりますよね横断歩道があると止まって非常にその間も開けるし丁寧に歩行者優先でやってますよね私にそれ言わせますか <laughs> はいはい、はい、確かにそうだと思いますまあ日本はねあのそもそもあれですね横断歩道で車止まんないですねそうなんです私ね一応ひどい条件見ました 小学生が人でで横断歩道を渡ろうとしてたんですねそしたらそこにあの車が来ましてこれがなんか親父が運転してる車なんですよ私親父と目が合いましたけどその親父横断歩道小学生が56年でね渡ろうとしてんのにブってそのまま通り過ぎって言ったんですよで小学生たちウうー!」ってあっ危ねえー!」とか言ってなんか走っていったんですこういうクソ親父がですね野放しになってる日本これ本当に民度高いですか私にそれを言わせますか 私も茂木さんみたいにランニングとか、ね、してよくしてるんですけど基本的に横断歩道で、ね、私がいても車は止まらないものと、ね、だそれを前提に日本の歩行行者は行動してるわけですよ横断歩道にいても私だけじゃないですよ親子連れでも横断歩道にいても車が来た時は基本的に止まらないものと思ってあのみんな行動してるんでたまたま止まるいい車がいるんですよこれ本当に珍しい車が。はい れびっくりしてますか日本公社は私もびっくりしますけど「あれ止まったこの人どうしたのえなんか大丈夫この人?」みたいになっちゃう国って民度本当に高いんですか私にそれを言わせますか <laughs> あまず高くないでしょうねあ。そうですか。まずいですよね。そうなんですよ。これもうね。何なんですかこれ。なんかね。日本人はルール守るルールを守りなさいってのうごちゃごちゃごちゃ言う人多いでしょだからなんかもう。 なんか例えばそうだないろいろそのまあなんかことがあった時にルールを守れない人はダメですみたいなことを言うね、まあ、例えばバンクシーみたいな人がほらグラフィティーアートねあれいう時に住んでるのは落書きですというかそういうことを言う人がいるでしょよくにマナー警察みたいな人が <laughs> そうですね日本はそういう方は意外といらっしゃいますよね。なのに横断歩道に歩行者がいても止まらないどこがみんな高いんですか 私にそれ言い合わせますかああ、ね高くないですね。ありがとうございました。だからもう止まるようにしましょう。なんなんでそういうルールが止まらないんですか。意味がわかんないんですけど。私にそれ言い合わせますか。<laughs> ジョーさん、どうもありがとうございました。今日はジョーさんでしたら珍しくね。ジョーさんいつもなんか、芸術のここはこうだとかそういう話でしたけど、意外なところかな。横断歩道で人がいても車が止まらないのは、日本人み度高くないだろうと。どうもありがとうございました。いえいえ私にそれ言い合わせますか。 地獄、はい、さんあのいっぱい言ってくださってありがとうございます。はい、ということで地獄急増さんに今日は日本人の民度が決して高くない理由について伺いました。